福岡銀行カードロ、お見合わせ主張みたい。はい、皆さん。20の20スカウト、皆さん見てますね。そこで、20がたまに韓国語で喋ったりするんじゃないですか。それで、今の20の韓国語はどうなのか、それが気になる方々が結構いらっしゃって、それに対して今日話していきたいと思いますね。とりあえず、20の韓国語はどんだけもっと上手になったのかとか、そしてここに対しての韓国のファンの反応、韓国の反応が気になる方々がいらっしゃると思いまして、それもちょっと話していきたいと思いますね。私はコメントを何個かまとめてきましたので、そして、私はこの動画をもうすでに見ましたけど、とりあえず私がちょっと、まとめてる韓国語をまとめてる動画を持ってきましたので、それを一緒に見てから、私がここに対してのコメントとか、もう私のコメントと他の韓国の人のコメントを読んでみたいと思います。話していきたいと思います。では見てみましょうか。皆さん、韓国語の勉強をしている方々は、皆さんもこれが全部聞き取れるのか、それをちょっと聞いてみてくださいね。そして韓国語は知らない方々も、20が普通になんかすごくうまく喋ってるように聞こえるのかどうか、皆さんもちょっと聞いてみてくださいね。では、そして午後で面白いのがあります。とにかく。では、レッツゴー。今日は、よずまにして、今日ね、セロンとの これが面白い。ダボン、これ覚えてください、ね。これがですね、皆さんが生まれた前に韓国であったシエンドで流行ってやった言葉ですけど、これはどこで誰かに教えてもらったようですよ。これをまるで今流行ってる単語、言葉のように今自慢してるんですよ。これが面白くて可愛いです。ダボン、グッドみたいな感じです。ダボン。誰が教えてくれたか。お腹すいた。여기에콜있어서재밌어요완전웃겨요이거진짜個人的にマヨカの韓国語はすごく可愛いです。니나대박이에요니나잘해요진짜니나야봐생각보다잘해요그냥이걸안경안끼는사람처럼이렇게잡고이렇게제가이것도반짝빛나는거맞아요네なんていうかな、20の韓国語ってすっごく愛おしいです。愛おしいです、ラブリーな韓国語ですでもちょっとなんていうかな、リーマーさんの韓国語はちょっと癖がありますね。ちょっと不思議な癖が。それも可愛いです。おもおも、우리대박인거예요원래우리만나지않는데아직첫날인데저렇게많이성취받을수있었어요이3명은정말유시해뭔가지금어떤그러니까여유롭게할수있는전열심히한것보다예쁘게네맞아요예쁘게담을넷플릭은역시대단한센스가있어요여러분저의예쁜みーさんの 10%、60% の時よりも今はもう 90% って言わないとですね。はい、とにかく僕に対しての私が韓国のファンの、韓国のウィジューの反応、そして一般の韓国の人が残したコメントをちょっとまとめてきましたので、それを私が読んでいきたいと思います。じゃあ、この方は、マヤさんが特にイントネーションが本当に韓国の人のようですごく上手になったねっていうコメントがありましたね。ここに対していいねボタンが18人もいいねをしました。そしてこの方は、やっぱり外国語は早くなんか習えば習うほどなんか上手になると思うっていう意見ですけど、やっぱりマンネラインの発音がほぼネイティブだと。マンネライン、一番若い子たち。例えば、ニナ、リマ、
ミーヒが一番。この方の意見では、リナ、リナさん、リマさん、ミーヒさんが一番。なんか発音的にはネイティブっぽかったと、はい、こういうコメントがありましたね。うん、確かになんか、うん、優秀ですよ、3人。そしてこの方、眉川カオも韓国の人っぽいけど、だからなんか、眉川が最高だ。この方、眉川さんのファンですね。うん、NiziU のメンバー全員、韓国語はとっても上手だね。韓国でも成功しますようにっていうコメントにいいねが12個もありますよ。そしてこの方は、韓国語はとっても上手になったねっていう絵文字、こう優しい絵文字あるんじゃないですか、これ。そしてこの方は、リナ、韓国語なんでこんな上手、頭がいいのだね。私すいません、今すごくなんか今すぐなんか読みながら翻訳し、なんか通訳してますので、ちょっとおかしいかもしれないですけど、ちょっと理解してくださいね。とにかく、ニナさんの韓国語が上手すぎて、多分ニナさんは頭がいいと。確かに、言語のセンスがありますね、ニナさん。そして、この方は、韓国語上手っていう意見。そして、若いからかな、なんか外国語なのに、すぐ習えるね。なんかすぐ上手になるね、っていうコメントもありまして。マコ、とっても綺麗になったやん。っていうコメントもありまして、次はミーヒがペコパよって言うからなんだか可愛い、だからミーヒさんがお腹が空いたって韓国語で言いましたけど、それは可愛いってことは、ただこの方はミーヒさんが可愛いってことですけど、それに対して私の意見は同感です、はい、何をしても可愛い、はい、そしてこの方はマユカ、ちょっとこの方興奮してますよ。マユカクソ可愛いと、はい。マユカさんに対してのコメント多いですね。この動画にはですね。NiziU も韓国語で、韓国で歌うステージを早く見たいっていう方もいらっしゃいましたし、本当にここではもうアンチコメがないんですよ。多分この方が自分のチャンネルにまとめた、韓国語をまとめた動画があったんですけど、多分アンチコメを消したか、それとも普通にいいコメントが多いのか分かりませんが、今私普通に読んでますよ、順番通り。はい。ミーヒの顔が戻ってきた。よくケアをしてるようやね。っていう感じで。だからミーヒさんがもっと元気になったってことですね。うん。ニジプロの時のようにですね。確かに私も、ミーヒさんもっと可愛くなったやんって思いました、正直。NiziU スカウト見て思ったのか、うん、彩香がきっかけでオタクになったけど、ミーヒにまた惚れて今はマユカが好きかなっていう。だから彩香さんが好きで NiziU が好きになって、そこでまたミーヒさんに惚れて、また NiziU がもっと好きになって、今はマユカさんが好きになって、結局全部好きってことですね、うん、なるほど。私だけかな、 TWICE の感じがする。この方は多分 NiziU のことを初めて見た方だと思いますね、うん、この子たちなんで可愛い、この方は多分、うん、NiziU を初めて見た方だと思いますよ。韓国語をあんなに一生懸命に勉強してるから、韓国でもいい成果を出したら嬉しいなっていう感じ。コメントが優しい、嬉しい、なんだか、うん。そして次は JYP 練習生3人以外はリク、ニナが一生懸命に勉強してると思う、こういう意見もありました、うん、なるほど。そして次の方は、韓国はすごく上手になったな、1年2年後はもっとこうペラペラになりそう、NiziU ファイティンっていう意見もありまして、そしてみんな韓国語を頑張ったんですね、世界的なアーティストになると思いますよ、ファイティン NiziU っていう、もうみんな本当にコメントが優しくて、私がこの方々に感動してますよ、なんだか嬉しいです。
お疲れ様でサングル勉強してくれてっていうコメントもありまして、マヤはどんどん顔が可愛くなってくるね、なっていくね、オーディションの時とまた違うっていう反応と、ただ可愛い、一生懸命にする様子が、韓国語も一生懸命に頑張ってくれてるしっていう、こういうの分かってくれると本当に嬉しいですね。マユカ、マユカがきれ、もっと綺麗になった、とても綺麗になったっていうコメントもありまして、二重ファイティン、ミーちゃん、ミーちゃんのファンです、ダボンダボンが可愛かったらしいです。ダボン、いつのダボンなの、最近はそれ使わないよ、わらわらわらっていう反応もありますね。わらわらわらダボンっていうコメントも、ダボンにめちゃ笑うコメントが多いですよ。ニナの発音やばい、だから上手ってことですね。うん、かわいい、これだけですよコメントが。そしてマユカ韓国語ダボン、だからマユカさんの韓国語はグッドってことですね。リックかわいいですよね。これをハングルで、日本語をハングルでこう書いてくれました。リックかわいいですよね。なんか二重のメンバー全員韓国語は上手になりましたね。応援しますっていうコメントもありまして。おお、なんかコメントもめちゃくちゃ多いですね。日本のかわいい子たちをこう、なんか集めた感じですね。二重応援してますっていう反応と、マコがとてもかわいい。どんな、誰、なんかどのおじさんが多分教えたのって、どのおじさんが多分教えた、わらわら JY パクさんじゃないかなとはい、とにかくなんか、そして次のコメントは、愛おしくて純粋でなんか優しそうで好きです、二重ファイティン。この方はアカウントの名前が TWICE ONCE って書いてますので、多分 TWICE のファンだと思いますけど、二重のことも応援してくださってると思います。そして次の方は、韓国語はとても上手。そして次の方は、マッコが本当に優しい、違う、二重のみんなが優しい、ハートハートハート、おお嬉しい、なんだ、韓国語は上手ですね。ミーヒー、ペコパよ、可愛くて泣く泣く上手だね。そしてニナがとっても魅力ありますね。これぐらいですね、うん、コメントは。とにかく皆さんはこういう意見にどう思いますか、皆さんもそう思いますか。とにかく私個人的にもこのコメントを読みながら、この方々の意見に大体本当に同意します。大体じゃなくて、ほぼ全部。うん、私もこう思ってますね。だから、そして、日本の人が韓国語で喋ったら魅力があるポイントは、やっぱり、なんか日本の人、日本語っていうもと、韓国人から聞いたら、ちょっと優しく聞こえるのがありますので、その日本の人が韓国語を勉強したら、ちょっとそういう優しいイントネーション、自分が持ってるイントネーションで韓国語を喋るからこそもっと可愛く聞こえるんじゃないかなと個人的にはそう思いますし、そして20メンバー全員が可愛いから可愛く聞こえるのもやっぱりありますね、うん、とにかく私が用意した動画はここまでです。もしかして他の20の動画も見たい方々は、ぜひプレイリストで20の他の動画も見てくださったら嬉しいと思います。韓国は今雨が降ってますので、なんだかチヂミが食べたいですよ。韓国は雨が降ったらチヂミが食べたくなる理由は、雨が降ってる時に、そう、その雨の音がまるでチヂミを焼く音と似てて、韓国では雨が降ってる日はチヂミを食べる日、非公式的にそういうのがありまして、はい。どうでもいい話でした。ってことで。